私鉄、私鉄、私鉄、プライベートレイルウェイは、私、企業のみにより運営が行われる鉄道や軌道、またはその事業者を指す言葉である。今日のアメリカにおける私鉄は、一般客向けの定期旅客列車を運行していない。鉄道を所有する企業は、車内の輸送システムとして、使うだけである。かつては、中近距離旅客輸送を担った。 インターアーバンと呼ばれる都市間電車を運転する企業が全米各地に存在したが、モータリゼーションの進展によりほとんどが撤退し、わずかに残ったものも公営かずみである。日本統治下の私鉄路線は、韓国ではアメリカ占領時期に国有化された。これに伴い、朝鮮鉄道や京春鉄道などの路線が1946年5月7日、国有化され、 皆、平軌道などの路面電車だけが私鉄として残され、その後、1960年代に路面電車が全廃され、韓国の鉄道は完全に国有のみとなった。その後、ソウル地下鉄1号線の開業などで、国有以外の公営鉄道も増えている。現在、韓国において私鉄とされる国有鉄道、公営鉄道以外の路線は、 全羅南道は準軍の和順線や、京商北道歩行士のポスコ線といった専用鉄道のみとなっている。なお、空港鉄道やソウル市メトロ9号線、アラボン、東線など民間資本で設立された鉄道事業者がいくつか存在するが、路線運営のみを担う形であるため、私鉄とはやや異なる。中国では二千六年にが競売でに売却され、中国において、 最初で、唯一の私鉄となっている。ドイツ連邦共和国の民間鉄道が正式に1949年以来、非連邦政府が所有する鉄道と呼ばれている。日本では、民営鉄道、民営鉄道、略称、民鉄イコール民鉄とも呼称され、JR グループや第三セクター鉄道、場合によっては、東京地下鉄などの鉄道や軌道を除く、 いわゆる日本民営鉄道協会、民鉄協に属する鉄道事業者を指すことがある。1987年に日本国有鉄道、国鉄が分割民営化されたことにより、すべての JR 各社もすでに組織形態は、公社ではなく私企業、株式会社となっている。JR 貨物と JR 北海道、JR 四国が依然として、 全発行済み株式を鉄道建設、運輸施設整備支援機構に保有され、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律、JR 会社法による規制を受け特殊会社である。一方、JR 東日本、JR 西日本、JR 東海、本州三社と JR 九州は、株式上場後民間保有の株式の割合が高く、 なったことから、JR 会社法による規制から外れ、その後いずれも完全民営化が、すでに完了したため、事実上民間の鉄道事業者であると言える。しかし、歴史的な経緯から、私鉄という場合、JR 各社は含めないのが、一般的である。これは、私鉄が国鉄の退イ後であり、JR が日本国有鉄道改革法、国鉄改革法で、 国鉄の事業を引き継いだ法人と位置づけられているからである。また、JR 自体も JR 線と私鉄線を分けて表示している。完全民営化された本州三社が民鉄協に非加入で JR 各社の労働組合も国鉄時代から活動している国鉄労働組合、国労化国鉄動力車労働組合、道路鉄道労働組合、 鉄道などを前身とする、日本鉄道労働組合総連合会、JR 総連、日本鉄道労働組合連合会、JR 連合のいずれかに属し、この点でも日本私鉄労働組合総連合会、私鉄総連などに加入している組合が多いとの、鉄道事業者は一線を画する。ただし、少数派の組合である全国鉄道力車、労働組合、全道路は、 その後 JR 以外の組合と組織統合し、全日本建設公運一般労働組合、健康労という上部団体を結成した。一方、東京地下鉄は、帝都高速度交通営団時代から民鉄協に加入し、大手私鉄の一つに数えられ、その労働組合も営団時代から私鉄総連に加入しているが、2010年現在でも、全株式を日本国政府及び、 東京都が保有し、東京地下鉄、株式会社法の規制を受ける特殊会社である。また、株式会社の携帯ながらも自治体が出資する、第三セクター鉄道の中にも青い鉄道や神戸、高速鉄道など民鉄橋に加入する事業者がある。一方、旧大阪市交通局から民営化された、大阪市高速電気軌道、大阪メトロは、民鉄橋には加入しておらず、 その労働組合も、私鉄総連には加入していない。したがって、日本における私鉄、民鉄の定義としては、外して言えば、JR を除いた民間事業者による鉄道ということになる。国鉄及びその承継法人ではない民間企業の、形態を取る事業者の運営にいる鉄道、軌道及び事業者自体を指し、協議では、公営企業、東京地下鉄、 大阪メトロ第三セクター鉄道の鉄道、軌道と事業者自体を含めず、最も抗義ではそれらも含める。日本の私鉄各社は、経営規模等によって、大手私鉄と中小私鉄に区分される。中小私鉄の中でも、規模の大きい会社を順、大手私鉄として三つに区分することもある。これらの区分は、民鉄協によるもので、明確な定義、基準は存在しない。 国土交通省においても民鉄協による区分が用いられる。明治期は以下が五大施設とされた。詳細はこれらの各項目を参照のこと。施設各社は鉄道事業のほか、異業種にその企業の直営、または企業グループによって参入しているのが顕著に見られ、他種の異業種にわたって事業を展開する鉄道事業者の企業グループがいくつも見られ、 ことに大手施設。異業種では、百貨店、不動産業、レジャー関連、宿泊施設などが挙げられ、不動産業においては、沿線のデベロッパーとなってきた事業者もある。東京急行電鉄、西武鉄道、阪急電鉄、近畿日本鉄道、名古屋鉄道、西日本鉄道のように、鉄道事業以外では、企業グループ全体が自社沿線を超えた。 事業活動をする事業者も存在する。しかし、分割民営化後の JR 各社も、その関連企業が、鉄道事業以外に、多種の事業展開を行っており、私鉄各社のみに、顕著な特徴ではなくなった。日本においては、国土地理発行の地形図では、JR 線とそれ以外の鉄道線路は、記号が異なる。市販の時刻表の作引地図においても、 JR と他の事業者の鉄道路線は異なる記号となっている。このような国有鉄道、またはその民営化、組織改変で成立した鉄道事業者による鉄道線と他の事業者による鉄道線等、地図等の表示において記号で区分するのは日本以外ではほとんど例を見ない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。